7月15日、現地時間、以下同じ、セントルイス。1点を追う8回、一試走者なしで、イチローが打席に向かうと、セントルイスのファンが総立ちとなった。その時、捕手のヤディア・モリーナが座ろうとしない。彼は、ファンが、イチローに拍手を送っているのに、水を差すような野暮なことはしなかった。試合後、すごいですね。ちょっとびっくりしたなぁ、と、イチロー。ファンの反応だけではなく、モリーナが気を利かせたことにも感じ入った。ファンもすごいけど、なんか打ち合わせできているみたいな、感じの動きでしたもんね。ちょっと感激しましたね。実は、同じようなことが、昨年も、同じセントルイスであった。8月15日、イチローは、日米通算ながら、タイカップの通算安打記録を更新。かといって、電光掲示板で記録のことなどが、紹介されることはなかったものの、徐々に、じわりじわりと、スタンディングオベーションが球場全体に広がっていった。すると、次の打者、マーティン・プラドも、なかなか打席に入ろうとしなかった。あの時、イチローは、戸惑ったと試合後に振り返ったが、いずれも、セントルイスの野球ファンの質の高さを示す事例とも言える。ここのファンは、野球をよく知っているファンとしても知られているし、品格があることでも知られていると、イチロー。さらにしみじみ言った。他の場所ではなかなか硬派ならないと思います。モリーナの真意。試合前、モリーナにあの日のことを振り返ってもらうと、イチローは、偉大な選手だ。僕のアイドルでもある。ああやって、ファンからリスペクトされて当然だ。と話し、なかなか座らなかった意図をこう明かした。ファンに時間を与えたかったからね。自分が座ってしまえば、プレイが続行される。自分が時間を稼げば、ファンがイチローに、拍手を与える十分な時間を与えられる。あの時、主審もモリーナに、早く座れと急かすようなことはなかった。モリーナはさらにこう言っている。僕たちは戦っている。戦っているわけだけど、時にああいう形で、相手選手に敬意を払わなければならないことがある。イチローは、そうして敵味方を超越しているし、それに値する選手だ。この日、イチローは、2点を追う7回、1試1塁で代打に立った。この時もセントルイスに負けないぐらいの声援が客席から飛ぶ。するとモリーナは、また、少し時間を取っている。ちなみに、この日、一塁側にはカージナルスファンが多かった。すると、やはりと言うべきか、その彼らこそが真っ先に立ち上がって、スタンディングオベーションを送っていた。マウンドにはジョナサン・ブロクストン。1球目、対角低めに外れるボール 92.8 マイル、約149キロ。2球目は、真ん中低めへ 92.2 マイル、約148キロ。イチローは、この2球目を叩く。すると、快音を残した打球は、一塁手の左側を抜けていく。真横に近かったが、一塁手は、ボールがその脇を抜けた後に飛びついた。瞬間、スタンドは、まさに蜂の巣をつついたかのような騒ぎに。カージナルスとマーリンズのファンが一体となって、声を上げた。2998。よく1階席と2階席にあるカウントダウンバナーの数字が1本増えた。2ヒッツ2リーチ3サウザンド。右翼ブルペンの電光掲示板には赤字に白い文字が踊った。その後チームはイチローの安打で広がったチャンスから1点を返したが、わずかに及ばず敗れている。しかしあのヒットの瞬間こそ、この試合のハイライトではなかったか。試合後、再びモリーナ入った。彼のような選手は滅多に現れるものではない。同じフィールドでプレーしていることを感謝したい。